短パン嫌いな女の子いるよね。おおるね。なんか結構、しかも3人に1人ぐらい嫌いだよね。七点は特に何も思わないけど、まあ、涼しいならええんちゃうぐらいのスタンスなんだけど。あ、でも虫が絡まってる人、すね毛濃すぎて虫が絡まってる人が短パン着てるのを見ると、虫絡まってるけどってなるよね。職場で着てるけど。あれ？外出てないから気づかないだけ？あれ？学校行くときポロシャツ。ポロシャツ、そんな見かけないんだよな。見えてないだけかな。いや、なんかたまにいるじゃん。あの、すね毛濃すぎてさ、蚊とかアリとか絡まってる人。たまーにね。たまーに。それぐらい濃いぐらいの人が、こういう短パン履いてると、あ、なんか、絡まってるってなるから気になる。まあでも家とかで履くとかコンビニとかまでだったらいいんじゃないか。デートの日に短パン着てこられるとちょっと引くかな。でもガチとはなる。柄シャツ好きな男性も多いと思うんですけど、なんかさ、こういうさ、なんていうの、がっつりデザインのある柄シャツとか、こう縦ストライプはちょっとダサいかな。ちょっとダサいかな。なんかサッカーでいるよね、こういうやつ。もう柄シャツもね、着こなせる人はすごいいいと思います。ただ難しめの服だと思うので、こういうやつがさ難しいんよな、柄シャツって。